さらちゃんブレイクスーツ上げらして今回なんですけれども絶対やめろ完全アウトな勉強法トップ4ご紹介していきたいと思います。皆さん自分の勉強効率の高さに自信ありますか？勉強っていくら効率的な方法を取り入れたとしてもちょっとアウトな勉強を取り入れているだけにその効率はだだ下がりしてしまいます。というわけで今回はみんなやりがちな完全アウトな勉強法を4つほどご紹介させていただきたいなと思います。というわけで早速いきましょう。完全アウトな勉強法1つ目は完璧主義になりすぎるということです。皆さんは勉強する際最初から 100% 完璧にやり遂げてしまおうと考えておりませんか？実はそれってめちゃくちゃ危険です。なぜなら最初から 100% 完璧にこなそうとすると勉強へのハードルが高くなりすぎて勉強を開始することができなくなってしまうからなんですね。そして勉強の取っ掛かりを良くするポイントは次の2点です。1点目は 1% ルールです。人間のやる気は脳の即座角から分泌されるドーパミンによって引き起こされます。ただしこの即座角は実際に行動を起こして時にしか活性化しません。したがってただ寝っ転がっているだけではいつまで経ってもやる気なんか湧いてこないわけですよ。だから例えばテキストを1ページだけ音読してみる程度のこれより小さいハードルは思いつかないっていうレベルの最小限のハードルを設定してまずそのハードルを飛び越えることだけを目標にしましょう。そして一度走り出してしまえばあとは慣性の法則で割と簡単に勉強は続けられてしまいます。だからとにかく最初だけ最初の超小さなハードルを超えることだけを目標に勉強をスタートさせていきましょう。そして勉強の特化を良くする2つ目のポイントはサイガルヒック効果です。サイガルヒック効果とは達成できた事柄よりも達成できなかった事柄や中断している事柄の方をよく覚えている現象のことです。具体例を出すと例えばテストで解けた問題よりもテストで最後まで解けなかった問題の方がより記憶にびっしりこびりついてなんだったらテスト後に他の問題には目もくれずその問題だけ解き直しちゃったりすることだってありますよね。このように人間は途中で中断されるとその続きがめちゃくちゃ気になってしまう生き物なんです。だからこれをうまく勉強に応用して例えば夕食後に数学の問題集を解きたいと思っているのであれば夕食前に問題集の問い1だけでもいいので軽く解いておきましょう。すると夕食を食べた後もさっきの問題の続きが気になって随分と勉強のハードル低くできるのではないかと思います。というわけでどんどん行きましょう。完全アウトな勉強法2つ目は複数の問題集を1回ずつやるということです。実は非効率な勉強法の1つとして複数の問題集を1回ずつしかやらないことが挙げられます。これなんで非効率かっていうと問題集の1周目はできる問題とできない問題を仕分ける段階なのでそもそも記憶に定着させようというフェーズではないからなんですね。だから複数の問題集を1回ずつ解いていったとしてもあんまり知識が身についていく感じってしないと思うんですよ。じゃあ問題集は具体的にどのように練習していけばいいんでしょうか。具体的には Amazon のレビューとか周りの信頼できる人の口コミからこれだと決めた問題集をただ1つだけ定めてまず1周目では問題を全部解いていって解けなかった問題だけチェックしていきましょう。そして2周目では今度は1周目で解けなかった問題だけを解いていって2度目でも解けなかった問題だけチェックしていきましょう。そして3回目以降は同じようにして解けない問題がなくなるまで解いていきましょう。このサイコロ回すだけで随分と効率的に知識をインプットしていけるようになると思います。つまり複数の問題集にあれこれ手を出すんではなく1つの問題集だけでも完璧にした方がより短時間で網羅的に学習することができるということなんですね。というわけでどんどん行きましょう。完全アウトな勉強法3つ目は復習タイミングが早すぎるということです。皆さん例えば授業を受けた後に復習する人っているかもしれませんがその日のうちに復習してしまおうっていう人って結構いるではないでしょうか。実はですねその日のうちに復習してしまおうっていう勉強法はかなり非効率なんですね。実は復習をする際のポイントとして最も重要なことって時間間隔を置くことなんですよ。実際に授業が終わった直後に復習するよりも授業の翌日に復習をした方が記憶の定着率が上がることが判明しています。これバラード博士とウィリアムズ博士の実験なんですけども被験者の小学生に3から4行の詩を覚えさせ2つのグループに分けたんですね。一方は授業が終わった直後に復習をするグループ、もう一方は翌日だってから復習をするグループです。そして7日後にそれぞれのグループを調査したところ後者のグループの方がより多くの内容を覚えていたんですね。つまり復習というものは勉強した直後よりもその翌日に行った方が記憶の定着率はアップするわけです。これなんでかっていうと勉強直後は脳内で情報がまだ未整理の状態なんですよ。ここで復習しても脳内にごちゃごちゃの状態で記憶が定着されてしまうんですね。一方勉強の翌日には昨日覚えた内容が脳内である程度整理されているのでこの整理された状態の復習からとより情報を整理整頓した状態にして脳内に格納することができるので1週間以上経っても記憶を保持しやすいわけですね。というわけでラスト完全アウトの勉強法4つ目は座りながら勉強するということです。実は人間っていうのは座っている時よりも立ち上がっている時の方が記憶力も集中力も高まることが判明してるんですね。これテキサス A&M ヘルスサイエンスセンターの実験なんですけども7歳から10歳の小学生を282人集めて彼らを半分に分けて一方のグループを椅子に座って授業を受けてもらったグループ、もう一方のグループをスタンディングデスクで授業を受けてもらったグループに分けたんですね。その結果後者のグループの方が作業の達成度が 12% アップし教師の質問に対して手を挙げる回数が増えグループディスカッションにも積極的に参加するようになり授業中の無駄話まで減ったんですね。つまり座っているよりも立っている状態の方が集中力や想像力が増すわけです。これなんでかっていうと足の特にふくらはぎの筋肉は第二の心臓と呼ばれるほど血液を体に巡らせるために重要な役割を果たすんですね。で基本
的に人間の脳は脳血流量を増やすことによって進化してきたという側面があります。実際アデレ大学研究でも我々の脳は300万年前に生息していた類人猿の脳よりも脳血流量が 600% にも増加してきたからこそここまで進化できたのだと述べられているほどです。つまり立ちながらストレッチをするだけに脳が進化するほどパフォーマンスを発揮できるようになるわけです。実際僕も1日を通して睡眠時と勉強仕事中の休憩時以外のほぼ全ての時間はずっと立ちながら過ごしています。したがって少なくとも1日12時間以上は必ず立ちながら過ごしていますが、そのような生活をするようになってから実際に頭の回転が速くなりましたし作業効率もアップしたことを日々実感しているので、皆さんもぜひ概要欄にある僕のおすすめのサンディングデスクを購入して明日から作業効率を爆上げしてみてはいかがでしょうか。さらにですね、今回の動画で NG な勉強法は分かったと、ただ俺はもっと超効率的な革新的な勉強法を網羅的に知りたいぜっていう方もかなり多いと思います。そんな方のためにですね、僕も実際にやってる勉強法を1から10まで完全公開した動画をコーナーの概要欄に全部見てるからさ、またですね、コーナーに攻略してると心の動画もつぶしてもらえると嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。